おはようございます。おはようございます。今からどこに向かうんですか？私たちは新大阪。わー、私たちの初遠征や、ね、初遠征や、好きやばい、ね、たこ焼き食べたい。急にリリーベが先ですから。リリーベなくてたこ焼きが先行してるの。イベントがあってリリーベ3日間ありますので、はい、でその次にたこ焼き食べましょう。そうしましょう。じゃあ意気込み言ってみくるん。初遠征なんですけど、うん、もういろんな人に高猫を広めるのでお留守番組の人は任せてください。お、かわよ。じゃあみんなで行ってきますよ。じゃあ行きます。せーの、行ってきます。バーイ。大阪着きましたよ。久しぶりの大阪。楽しい。あ、そうだね。さあ、ここの風景もよく見てたからさ。マジ？そう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 。懐かしい。あのね、エスカレーターは大阪右なんです。そうじゃん。全然ミスってた。そう、大阪だけ。大阪だけ右なんですよ。そうだ。そうなの？お気をつけください。楽しかった。距離めっちゃ近かったね。近かったね。よく見えました、お顔が。なんかファンとさ、距離が近いのが好きなので。かわいいです。ありがとうね。ありがとうございます。ここから違ったね。思ってるのどうしよう。いい人。イエーイ。商店街わず。イエーイ、見てグリコ。グリコやばい。グリコだよ。グリコだよ。グリコだよ。分けて食べようね。あー、好き。ちょっとまだないけど。いいやん。何このみんなに送ってきたの。あ、びっくりした。スーちゃんカメラだよ。スーちゃんだよ。カメラ。かわいい。頼んだ。うん。おい、私ちょっとめっちゃさ、今ドアップじゃない。かわいい。めっちゃドアップ。ありがとう。タコポンいただきます。タコポンから。皆さん、ポン酢どうしたらいい？かけていいよ。かけていい？うん、全部かけさせていただきます。
美味しそう。いいね。ネギあった方がね、ボリューミーな感じ。え、めっちゃいい匂い。お願いします。はい。暑いかな。ちょっと暑いかも。ありがとう。うん。おいしい。うん。ありがとう。じゃあちょっと自撮りもくれたくね。暑い。やっぱ暑いよね。わかんない。私中身。かわいいももな。うわ、ホクホクですね。めっちゃトロトロですね。そう、トロトロだった中身。あ、いただきます。蒸し上がり。あ、熱いよね。ね、美味しいよね。熱いよね。8000円でーす。初めて頼みました。すごい、東京じゃ見たことないメニュー。いただきます。おいしい。なんかでもエビせんだからすっごい口にくっつくけど、おいしい。初めて見た。かわいい。彼女とデートなのに使っていいですよ。うん、あ、どうぞ。あ、すみませんな、なんか皆さんがどうぞ。映ったの。おまま、彼氏目線か。ももだ、美味しかった。うまい。最高だったね。乾杯。お疲れ、今日も。いいね。じゃあ次行きましょう。はい、ゴーイ。向かってください。レッツゴー。これラスボス。このたこ焼きラスボスか。でもさ、あっちと戦ってるみたいじゃない？え、おもろい。いいですよ。買います。はい。こっち行った。あ、はい、あ、お願いします。はい、すぐ食べますか。はい、はい、ありがとうございます。ありがとう。かわいいです。すごい、めっちゃピンク。生姜？これエビですね。あ、エビ？はい、天かす入れますのでね。サクサクのたこ焼きですよ。天かすか。おお、すごい、早い。早い。すごい。はい。あ、はい、すいません。ありがとうございます。ゲット。じゃあ、気をつけてね。いや、暑いよ。暑くない？かわいい。これで小動物。うん。でも美味しい。美味しい？塩初めて食べた。ね、なかったよね、さっき。めっちゃ美味しかった。してね。暑い？あ、暑いか。おー、すごい湯気が。湯気が半端ない。熱い。柔らかくて美味しい。え、しょっぱい。めっちゃ美味しい。熱い。うん、うん、美味しいよね。普通のたこ焼きに、うん、なんか岩塩かかってるみたいな。なんかちゃんとしょっぱい、なんか溶けてない、うん、塩が。ほな、ポン酢。あ、ポン酢？めっちゃいいね。どうですか？いいね。食べてるのよ。うん、おいしい。ね、なんか、うん、さっきのはめっちゃトロトロで、こっちなんか天かす入ってるのかな、うん、カリッとしてる。おいしい。確かに食感が異なるのかもしれない。食感、食感しっかり1個。おいしい。落ちてる？みんな。はい。はい、ということでたこ焼き食べました。2軒もはしごしちゃったね。ね、初めてはしご。ね、美味しかったです。大阪もライブだけじゃなくてご飯も堪能できましたね。最高。明日は京都なので京都も頑張りましょう。